数学教師芸人の高田先生だいいよ算数を楽しく学ぶ親子で算数ワクワク教室に参加しませんか8月10日土曜日午前10時からと午後1時からの2回福岡市早良区の RKB 放送会館で開催します対象は小学1年生から4年生とその保護者各回30組参加費は親子ペアで3000円ですご希望の方は RKB オンラインの特設サイトから7月20日までにお申し込みください4649よろしく 今朝入っているニュースをお伝えしていきます日米2プラス2在日米軍司令部を再編自衛隊との連携円滑化へイラン新大統領就任ハメネイ師への忠誠を強調世界2位の高さの山 K2 で日本人登山家2人が滑落安否不明 福岡県柳川市で民間ヘリが墜落操縦士と整備士の2人死亡かパリオリンピック柔道阿部一二三が連覇兄弟での連覇はならずさてまずは日米両政府によります外務・防衛閣僚会議2プラス2が昨日東京都内で開かれました日米両政府は今年度末に自衛隊に 統合作戦司令部が発足することを踏まえて、連携強化のため在日アメリカ軍の体制再編を見据えた協議を行いました。両国は続けてアメリカが核兵器を含めた戦力で日本の防衛に関与する拡大抑止に関する初めての閣僚会合を行い、改めて連携が確認されました。この2プラス2ですけれども、 まあ、アメリカは大統領選挙が控えていて、そしてバイデン氏が撤退したことも受けて、はい、次、新しいも大統領が決まるってことは分かっているわけで、うん、そして日本は日本で総理大臣がどうなるのかっていうのが、ちょっとまあ。うん わからないところもあって総裁選以降新しい総理になるのかはたまた岸田総理が続投なのかというところですがまあ今の蜜月が続いているうちにこういう取り決めをなんかやっておこうというような感じもえ伝わってきますけれどもね。一方でこのやっぱり えー、拡大抑止、核戦力、核兵器を含めた戦力で日本の防衛に関与していく拡大抑止についても確認されたということで、ますますこのインド太平洋においての核兵器のこう懸念っていうのかな。はい これがどんどん深まっているっていうところ。日本としてはこうやって核の傘にいつまで守られているんだろう。核兵器廃絶への動きっていうのはなんかまた遠のいてるのかな。うそういうなんかこう気になってきますよね。はい、これでいいんですかもっと対話、外交による努力によって、えー、このインド太平洋の平和が保たれる方向っていうのをこう目指すべきなんじゃないのかなと思います。さて、えー、続いてはイランの新しい大統領が就任しました。 え、先日の大統領選で勝利した改革派のペゼシュキアン氏が最高指導者ハメネイ氏の認証を受けまして28日大統領に就任しました。任期は4年です。ペゼシュキアン氏は 国民は変化を期待していると演説したということで、まあ、とにかくイランも今、こう、経済的な問題というか、不況によって、ここを立て直しっていうのが求められているわけですけども、はい、そこに対しての大きな期待を受けて、えー、ペゼシキュアン氏が大統領に選ばれました。ただ、えー、イランの場合は、これ、あの、大統領が一番上かっていうとそうじゃないんですよね。えー、最高指導者がさらに上にいて、そのハメネイ氏、 に、まあ、顔色を伺うわけじゃないですけども、ハメネイとの関係っていうのを良好にしておかないと自分がやりたいことも思うように進められないっていうところですよね。はいえー、ここをうまく乗り切れるのかどうかっていうところ、ここが一つイランにとってはポイントということになりそうです。 さて、世界で2番目の高さになります、えー、K2、パキスタにある山ですけれども、そこで世界的な登山家で山岳カメラマンの平井出和也さんと中島健郎さんが滑落したということなんです。二人が所属する登山用品販売会社石井スポーツが発表しました。安否は不明ということです、えー。最難関の未踏ルート、誰も今まで到達していないルートによって、 登、まあ、っていこうとしていたというところですけども7 0 0 0メートル地点から滑落,し滑落したと現地から連絡があったということなんですでヘリコプターによる救出を試みたところ2人の姿が確認できたものの着陸できなかったと、うんえー、いうことです到達が難しい斜面でどのように救助に向かうか検討中ということです、えー、地元紙の報道によると2人が動いている様子は確認できなかったということです となんですまあはい、一刻も早くね,ね、えー、救出してほしいなと思いますそしてあの中島健郎さんはあの世界の果て場で1.9でね、はい、あの妹さんの登山企画などをサポートしていることでも知られている方です 2>, 2人のこうまあ救出一刻も早く願いたいところですねさて続いて、えー、西日本新聞からですが昨日。 午後4時10分ごろ、福岡県の柳川市の農地にヘリコプターが墜落したということです。えー、警察によると現場で二人の死亡を確認したということです。墜落したのは佐賀市の民間航空会社 SGC 佐賀航空のヘリコプター。いずれも佐賀市に住んでいる、えー、男性社員で操縦士と、えー、整備士、その二人が搭乗していたということです。えー、一体この二人、このき まあヘリコプター何があったのかということですけども当日は大分県日田市の自動車レース場で午前9時から数十回の遊覧飛行の業務をした後佐賀空港へ帰る途中だったということですプロデューサーはコーザブローディレクターはボン AD はマイルスワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけのとがった番組です 聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>